そうですね。一番最初はやっぱり着てる人をね、自分の作ったものを着てる人を初めて見たときはものすごくこう嬉しく、それもだんだん慣れてくると、次ど何かなって考えると、これ頭の中で考えたものと、実物のものっていうもののその、いろんな差があったりとか、ただその自分が考えた、 通りじゃなくてそれ以上のなんかこう面白さだったり発見があるっていうそのそういうものがこう上がってきた時っていうのはすごく楽しい楽しいというかこう一番刺激がある感じがしますね。ね生きるためって言ったらね終わりですけど何 <laughs> て言うのかな。 まあいろいろあるんですよ。本当に、これっていうのはないんですけど、やっぱり服を作ってそれをまあ買っていただいてきてもらうお客さんが普通に嬉しいって言ったり、これを着るとなんか楽しいんですっていうのもやっぱり自分としてはやりがいありますし、アーティストさんとかのやっぱり衣装とかを一緒にやった時とかで、やっぱりそのファンの人たちがもうすごいもう、 エキサイトする時のその空気感とか、やっぱりそういうなんか刺激なんですかね。やっぱり日常では普通に仕事じゃなくて、なんかこう自分がドキッとするとか、なんかそんな、うわ、すごい嬉しいってことってあんまないじゃないですか。でもそういうのをなんかこう服を作るてるだけなんですけど、やっぱりそういうものをいろいろあの与えてもらえてるようなところがあって、 だからそういうところがなんか自分にとっては服を作ってていいかなというふうに思ってます。